これサメ除けのねネットだと思うんですけど、このようにねまだ放置されたままです、海開きをしないということで、ちょっとね、観光協会に電話しようかなと思います。はい、お客様大変お待たせしました。はい、堤防休業です。そういう駐車場とかは開かれる感じなんですかね。はい、すいません、すいません、すいません。ああ、ちなみに日本の方ですか。はい、ではないです。あ、ではあ、そうなんですか、わかりました。私にお願いします。観光神明です。あの渋川海水浴場が、のことについてちょっと聞きたいんですけど。浴場は解説はしないっていうことは、駐車場とかも、閉める形になるんですかね。一応現時点では、はい、道路の一部をちょっと通行規制をかけたりということもありまして、はい、本日、サミ海水浴場、宝田海水浴場、犬島海水浴場の、今年の夏の、中止が決まってるみたいですね。新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、3つのね、密を避けるなどの慎重な行動をお願いしますと。今日は渋川海水浴場に来てます。昨日か一昨日ぐらいに渋川海水浴場、今年はコロナウイルスの関係で、開設しないというニュースによると、岡山県内の海水浴場で最多の集客がある、渋川海水浴場について、コロナウイルス感染防止として今年の夏は開設を中止すると、開設するようになってから、1950年、以降、中止は初めてということです。渋川をね歩いてって、駐車場がどうなんだとか、その他のね露店とかどういう感じなのかというのをねチェックしようかなと思います。海水浴場のね西側かな、西側になるんですけど、普通にね通常通り駐車場もね、開放されてます。はい、まあここトイレあったりとか、普通に休憩場所としてね、設置してある、ちっちゃな駐車場なんですけど、ここもやってます。渋川ね海水浴場に毎年夏は来るんですけど、まあバーッとねまっすぐまっすぐというか、一通りね歩いたりするんですけど、こういう感じで雑草というか、雑草ですねがあるのは初めて見たというか、まあこの時期では初めて見ましたね。まあおそらくその海開きがされないということで、そういう清掃活動とか、全くやらないというか、今年は行わない感じなのかもしれないです。ちょっとよくわからないですけど、これを見たのは僕は初めてですね。初めてというかこの今の時期でね。新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、3つのね密を避けるなどの慎重な行動をお願いしますと。これはありましたっけ。このね存在に気づかなかったんですけど、見るからに今から、作ろうとしてるのかな。なんか土台的に今から作ろうとして、今からというか、まあ、今年の夏に向けて、作ろうと思ってた、なんかお風呂、って書いてますね。もう縦看板があるんですけど、これもね中止というかそのまんまになってますね。これかな、これだな。これ
サメよけのねネットだと思うんですけど、このようにねまだ放置されたままです。おそらくね、おとついの段階では、まだその解説するという状態になってたんですけど、昨日の、ね、発表で解説しないということで、このままのね状態になってます。はい、玉野市が、渋川海水浴場、の、海開きをしないということで、ちょっとね、観光協会に電話しようかなと思います。玉野市観光協会です。あ、すいません、ちょっと本日は定休日です。観光に関することでしたら0863-21-3546へおかけください。ありがとうございます。玉の木の観光内情です。ですね、ちょっとお伺いしたことあるんですけど、どうぞ。渋川海水浴場についてちょっと聞きたいんですけど、大丈夫ですかね。あ、少々お待ちください。はい。はい、休業です。ちょっとその関して聞きたいんですけど、はい、もし、まあ、休業になってるとは思うんですけど、昨日の発表というか、はい、聞いてるんですけど、はい、そういう駐車場とかは開かれる感じなんですかね。はい、あ、駐車場は大丈夫ですよね。お客様がいらっしゃったら、駐輪場の登録ができます。あ、もう普通に駐車できてお金払ってっていう。そうですね。はい、あ、ただや、夜店っていうかさ、そういうなんか、そうですね、それは変わらないですよね。はい、あ、ただその海開きをしないっていうような、 ないです。はい、あ、ではない。ただそれだけっていうことですかね。はい、そうです。はい、はい、それが聞きたかっただけなんで。はい、はい、すいません。いえいえいえ、助かりました。少々お待ちくださいね。はい、はいはいはい。お客様ですので、はい、なんか多分渋川水族館に連絡したらそういうことに、水族館の方に行ったら分かるかもしれない。そうですね、はい、連絡したら。あ、分かりました。じゃあちょっと行ってみます。あ、分かりました。すみません。ああ、ちなみに日本の方ですか。はい、ではないです。あ、では、あ、そうなんですか。分かりました。はい、はい、分かりました。じゃあまたで何かありましたら連絡しますんで。はい、今日は休館日ということで、せっかく観光協会の人が案内してくれたんですけど、閉まってるということで、もうですね、これはね、市役所の方に、ちょっとね連絡してみようかなと思います。正確な情報はやっぱり市役所から発信されるんで、ちょっと電話します。ですね、ちょっと渋川海水浴場についてちょっとお伺いしたいんですけど、大丈夫ですかね。はい。渋川海水浴場が、はい、のことについてちょっと聞きたいんですけど、はい、なんかテレビの発表で今年はなんかやらないっていう、はい、海開きをしないっていうことを聞いたんですけど。そうですね、はい、海水浴場は開設はしないです。っていうことは駐車場とかも、閉める形になるんですかね。一応現時点では、はい、ちょっと待ってください。はい、
すいません。はい。はい。駐車場の方は、はい、現時点では開放の予定です。で、やっぱり何か違う部分があるんですかね、通常時というか。まだ調整中ではあるので、はい、例えば夏の期間ですと、はい、例年の夏の開放期間ですと、はい、道路の一部をちょっと通行規制をかけたりということもありまして、はい、で混雑緩和の部分もの効果もありますので、はい、まあ、そのあたりも実施する予定ではあるんですけれども、はい、まだ調整中のところもありますので、ああはいはいはい、はい、じゃあもう普通に通常通りにやってしまっても何も問題はないっていうような感じなんですかね。例えば海で遊んだりとかバーベキューしたりとかそういうようなことっていうのは。そうですね。ちょっとそのあたりにつきましては、まあ、海岸に入ったりだとか、はい、そういったまあちょっと泳いだりだとかそういったところまで強制的に、まあ、禁止っていうところではないんですけれども、はい、あくまでまあ自粛をお願いさせて。あなるほど、わかりました。すいません、はい、はい、すいません、失礼しました。それだけ聞きたかったんで、はい、よろしくお願いします。いえいえ、はい、すいません、また何かありましたら連絡しますんで、はい、はい、すいません、失礼します。はい、はい、というわけで、今日はね市役所と観光協会に電話したわけですけど、まあ、詳しいね情報が入ったんで、さらに、まあ、もちろんその、駐車場は開くみたいですけど、散策や、体操する向けする人向けに、駐車場は開くそうですが、満車と なった、状態が発生した場合は、閉める可能性もあるということです。そうですね、まあ、交通規制を しなかったり、スイカ割り大会、砂浜での、宝探しなどの市の関係するイベントを取りやめるということで、もしかしたら屋台とかも、全然するっていうような、全く市と関係ない部分では、するということを、聞きましたね。で、岡山県内では、サミ海水浴場、宝田海水浴場、犬島海水浴場の、今年の夏の、中止が決まってるみたいですね。はい、というわけで、今日はねこんな形で、やらせてもらいました。またね、まあ、行きたいという方がおると思いますが、まだ自粛ということで、お願いします。それではね、またスピチューブの方よろしくお願いします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。